い、皆さんこんにちは、宇都の舞です。今日のテーマはですね、ママで月商100万円稼いだ方法というテーマについてお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ラブスタイリストっていう私が主催している講座で、なんと講座スタートから約3ヶ月以内とかで月商100万円超えを達成した青山由衣さんこと、私はちょっとゆうこりんって呼んでゆうこりんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあゆうこりん、月商100万円達成おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にすごい。じゃあこれお祝いです。おめでとうございます。チャンネルもらいました。嬉しい。私からも、ありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそありがとう。見てすごいフェンディ嬉しすぎる。本当にありがとうね。なんかこんな感じの箱をいただきました。ありがとう。開けます。かわいいすごい好き。かわいい、かわいい見てこれ。かわいい。めっちゃかわいいんだけど、もうこれ東京中にそのままつけちゃう。かわいい。似合いますね、すごい。本当嬉しい。ありがとう。あ、めっちゃいいですね。ありがとうございます。かわいい。こんな高価なものをありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいよ。結構させてもらいます。大丈夫。かわいい。待って、やばい、チャンス。そう、チャンスの香水。待って、大好き。これもう最高です。ゆうこりんっぽいなと思って。めっちゃ嬉しい。もうチャンスが似合う女になります。なってる。もうなってる。めっちゃ嬉しい。よかった。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。やばい、嬉しい嬉しい嬉しい。ありがとう。本当に毎日つけます。いや、つけてください。もう私もそれ大好きな香りで。じゃあね、ほんとなんか今日お互いになんかプレゼント持ってきてたってことでね、ちょっとこうやって交換してる風景とか撮ってたんですけれども、なんかゆうこりんはほんとにラブスタに入ったタイミングで、臨月でラブスタスタートすると同時に出産されてで、今日も一緒に遊びに来てくれてるんだけど、なんかママしながらね、ちっちゃい子育てながらどうやってなんか起業のことやってたんだろうっていうのを、ちょっとね、先輩としていろいろ聞いていきたいなっていうことで、今日話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いします。青山由衣です。頑張らずに桁違いの豊かさを手に入れるっていうのをテーマに、ノート術とか豊かさのこととかを発信しています。よろしくお願いしますはい、ね、青山由衣さんなんだけど、ちょっとあだ名でゆうこりんって呼んでるのでそのままゆうこりんって呼んでいきます。じゃあゆうこりんがなんか本当にね、もうお子さん育てながら、こんなにも可愛くて小さい子を育てながら月商100万円っていうところを3ヶ月でなんか達成した理由とかって何なんですか？理由2つあって、うんうん、まず自分のやりたいこととか、うんうん、人の役に立てることっていうのをノートを使って向き合ってっていうところですね。なるほど。やっぱ自分ね、内観について伝えてるけど、そうですそうです、自分自身も誰よりも内観して、そうですそうです、そうです、うん、なんかやりたいこととか、なんかできることとかと結構向き合ってたよね。そうです、うんうん、本当にノートのおかげですごい。みんなぜひ、ゆうこりんが伝えてるノートメソッドはすごい、もうめちゃめちゃなんか感覚とロジカルな部分と、もう本当両方いいとこ取りなので。それと、やっぱり、そう、ラブスタっていう環境に入って、うんうん、この、舞さんに教えていただいたことを、うん、本当に全部ちゃんとやった、だけだなっていうのはすごい思ってて、すごい、めちゃめちゃなんか素直に吸収してたのと、いやいやいや、ただやっぱね、なんだろうな、
すごい稼いでるとかうまくいってる人ほど超自分の力でしかないのに、なんかみんな本当にすごいおかげでって言ってくれるのね。やっぱそこのなんかその感謝を伝えるっていうとこはなんか成功者の結構共通点だなって本当に思うインタビューしてて、いやでもすごい本当に舞さんと出会わなかったら、うんうん、私はずっと貧乏なまま田舎で主婦をしてただけだったんですけど、うんうん、舞さんに出会ってそれこそそのノートとかも、うんうん、その舞さんの YouTube で知ったし、あ、そうだったんだ、そうですそうですそうです、うんうんうん、だしそのマインドの保ち方とか、うんうん、あと起業について本当に本当に全部教えていただいたんで、うんうん、舞さんありきでの100万円です。いやいやもう本当にいやあれですよ本当にこう言ってくれるけど、なんか実際に何だろうな、やっぱりどんな情報を得たとしても自分の覚悟とか決意次第でできるかどうかって変わってくるから、やっぱりね そこまでなんか強くよっしゃやるぞって思えたのがなんでだったんだろうなっていうのをちょっと気になる。私は、うん、この子を妊娠中に起業しようって思ったんですけど、うんうん、そのきっかけっていうのがちょっとマタハラみたいな感じで会社を辞めたんですよね、うんうん、あまり綺麗な辞め方をできなくて、うんうん、ですごい悔しい思いもしたし、うんうん、子供がいたら、うんうん、女性の生き方って限られてしまうのかなとか、日系企業だと、ねうん、特に大企業だとそうバリキャリだったからさで育休産休とかの事例がなかったもん、ね、そうですそうです、うん、うちの社では私が初めての妊婦だったこともあって、うん、あまりあれだったんですよね、うん、いい辞め方が、うん、できなかったからこそ、うんうん、私がもうなんかママたちの希望になりたいなっていうこと、うんうんうん、自分のできることをしたいっていうのもあったし、うんうん、私がロールモデルになりたいって思ったんですよね。素敵。泣ける、ね、そっか、じゃあそこが結構強い原動力になって、あ、そうですそうですそうです、うん、やっぱあれだね、なんかその自分の豊かな生活したいとか自分がこういうこと叶えたい、もうすごい十分 、うんうん、なんか強い原動力になるけど、やっぱそのゆうこりんの中で、うん、同じようにその、ね、女性 その人生のライフステージの変化ってとこで悩む方多いだろうから、うん、なんか私がもうそこのロールモデルとか、なんか叶えていく、もっと幸せに豊かに働いて女性らしく成功していくってとこのロールモデルになりたいっていう強い思いがあったからやるぞっていうね、育てながらできたっていうところなんだろうなと思って、いやもう本当にすごい、舞さんのおかげです。本当にいや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 、いや本当にラブスタに入って人生が変わったので、旦那さんとのあれだったね、関係はめちゃめちゃ良くなった、ね、そうなんですそうなんです、うん、もう離婚寸前だったんですうちはあれでもね、ラブスター入った時もなんか離婚するつもりで、あ、そうですそうです、自立するためにそうですそうです、電話にコンサルになって、そうですそうですそうです、起業して自立するっていう目的だったもんね。もう一人でお腹にいる子を育てるんだぐらいの感じで、うんうん、思ってたんですけど、いやすごい、今になったらパートナーシップも劇的に良くなって素晴らしすぎる、本当にえ、なんか結構ね、子育てしてる時ってもう家事もして子育てもしてとかって忙しいじゃない、なんか時間の使い方とか、なんだろう、どういうタイムスケジュールでなんかやってたとかありますか、うんうん、はい、月商を100万達成したタイミングではまだ、うんうん、子供を保育園に入れていなかったので、まだ入ってなかったんで、うんうんうん、一日中子供の面倒を見ながらっていうような、うんうん、感じなんですが、うん、朝子供が起きる前とか、あと子供のお昼寝中とか、うんうん、あと夜子供が寝た後とかを見つけて、うんうん、自分で発信をしたりブログを書いたり、う
あの講座を作ったりとか、そのようなことをしてましたね。すごいね。もうじゃあ隙間時間で。あ、そうですそうです、うん、隙間時間です ね、 ね、あの子供ちゃんのお昼寝のタイミングとか、うんうん、なんかちょっと休んだタイミングとかね、もう夜寝たタイミングとかで終わった後にやるみたいな、ね、なるほど。え、なんかブログとかってどれぐらい当時書いてたんですか？1日に何時間ぐらいなんか稼働してますとか、はいはい、その当時当時ですと、ブログ一記事書くのに、うん、1時間弱ぐらい。あ、でもそれぐらいで書けたんだね。あ、そう、もともと、そうそう、あの冒頭にも言った通り、好きなことの中に私は文章を書くことがもうそもそも好きなので、うんうんうん、そうですそうです、うんうんうん、なので発信とかそのブログとかも文字を書く、その文章っていうのも結構こう、うんうん、あんまり難なく楽しみながら。なるほど。そうですそうです、うんうんうん、そっか。じゃあなんかゆうこりんができる、なんか負担なくできること、あ、そうですそうですそうです、中でできることをなんかちょっとずつやっていってたって感じだ。はい、なるほどなるほど。え、なんか100万円の前にこうなんかファーストキャッシュっていうような、何千円とか何万円とかって一番最初に得たお金ってどんな感じですか？初めて、うんうん、の、 あのお客様からいただいたお金は、うんうんうん、セッションですね、うんうん、個人セッション、うんうん、で確か3000円いただきました。すごい。なんかあれだよね、会社員の時にもらうお給料よりもドキドキするよね。いや本当に本当にドキドキしました。そうか。じゃあその3000円いただいたのはなんか起業してどれぐらいのタイミングだった？え、でもラブスターの講座が始まって結構すぐ、うんうん、あ、そうだったんだ。すぐですね。なるほどなるほど。じゃあ、え、今2022年の6月で、ラブスター始まったのが1月だから、もうじゃあ1ヶ月目とかには。そうですね、1ヶ月目産んだ後だよね。産んだすぐ後だよね。そうですね。やばい、すごすぎる。あ、じゃあそこで、まあね、60分3000円とかのセッション。あ、そうですそうです、なるほどなるほど。え、その後なんか100万円売り上がったなんか流れとかってどんな感じ？私の場合は、うんうん、インスタとブログで、うんうん、セッションを募集して、うんうん、でその時に継続的にサポートもできますっていうようなご案内をして、うん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 、でそれでっていうような感じですね。すごすぎる。3000円とかのメニューで提供して、そのままなんか高額な継続講座につながる人もいれば、なんかね、なんかなかなか商品売れませんとか言ってる人もいる中で、うん、なんでゆうこりんはこうなんか後々のその継続的なサポートを受けたいっていうところに行ってもらえたんだと思う？はい、うん、まずは、うんうん、ブログとかインスタとかでとにかく見てくださってるフォロワーの皆さんに、うんうん、ギブをしまくった。大事だね。ギブをしまくった。そうです、うん、もう圧倒的なギブをしたいなって思って、うんうん、日々子供はいて忙しいな、もちろんそうなんですけど、うんうん、そこは起業家として私はこうそれをなんて言うんだろう、コンセプトじゃないけどそういう感じでやっていこうっていうので、うん、まずギブをたくさんとにかくしてったっていうのが、うんうん、やっぱり一つと、うんうん、あと自分の商品が好き、うん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 、自分の商品に自信があるから大事だね。なのでなんか単発のセッションでの申し込みだったんですけど、うんうん、当然な流れのごとく自分の継続のサポートをご提案できた、うん、なるほどっていうような感じですね。いや、すごすぎる。え、そこの自信持てた理由とかって何かありますか？はい、もうこれはみたいな。もう過去の自分だったら絶対知りたいであろう情報というか、うんうんうん、学びをとにかく凝縮したものだったし、いや大事だね。やっぱそこのあれだよね、こう自分が作りたいものを作るとか伝えたいことじゃなくて、まあペルソナを過去の自分って設定してたとしたら、はい、その人が欲しいって思うところにフォーカスして、うん、でそこに合わせて作ったっていうところと、あれだね、そのギブを続けたっていうところが、やっぱりその月商100万円っていうね、はい、ママをしながら
年商100万円っていうところにつながったのかなって思いますね。うんうん、なるほど。じゃあなんかママで本当なんかね、まだ1歳未満とかの子を育てながら、これから起業しようかなとか思ってる方で、うんうん、結構できるのかなって不安になってる方多いと思うんですけど、はい、なんかメッセージとかってありますか？はい、うん、私そもそもそんなに子育てだって得意じゃないし、うんうんうん、家事だって全然大雑把なんですけど、うん、結構夢中になれることを見つけてしまえばこっちのもの、うんうん、確かにそう、うんうん、とあと結構時間は作れる家族、その夫だったりとか、あと義理の両親が同じ県内に住んでるので、うんうん、のにお手伝いしてもらったりとか、今は保育園だったりとか、うんうん、とにかくあの他の人の手を借りながらやっていけば、うんうん、全然ママでもそれこそちっちゃい、うんうん、あのお子さんいるいたとしても、うんうん、全然問題なく私ぐらいは売り上げ作れると思います。すごい、もうめちゃめちゃ希望、ママの希望ありがとうございます。いや今日はありがとうございます。気になるんでしょう気になる、うん、喜んでんじゃんうちの子になる、どうぞ